キャメロン・メイビン、キャメロン・キース・メイビン、キャンラン・キース・メイビン、1987年4月4日帯は、アメリカ合衆国のースカロライナ州、アッシュビル出身のプロ野球選手、外野手、右投げ右打ち、MLB シアトル・マリナーズ所属、愛称はスリム。メイビンを10歳の頃から知るジャスティン・アップトンは、当時を振り返り、キャメロンは、他の子より二回り大きくて方も、 打球の伸びも桁違いでとても目立っていたよ。彼一人だけ突出したレベルでプレーしていたね。全く驚くべき子供だったよと証言する。また、メイビンとアップトンは、高校入学後もショーケース、全米から選抜された選手たちが、スカウトの前で行う試合で何度も対戦を、重ねるなど、早い段階から、プロの注目を集めていた。T.C. ロバーソン高校在学時の 試戦のユースプレイヤーをオブザイヤーを受賞。天性のスピードと身体能力を備えた、生まれながらの中堅種との紹介記事が掲載された。は71打数47安打、打率662、ノースカロライナ州高校記録15本類が37打点、66得点32盗塁をマークし、ゲータレード者が表彰する同州のハイスクールプレイヤー。 オブザイーを受賞。全米高校代表チームにも選抜されたほか、高校生部門のベスト5ツールタレント、2位、ベストパワーヒッター、2位、ファステストベースランナー、5位、ベストディフェンシブプレイヤー、4位の4部門にランクされる。2005年6月7日の MLB ドラフト1巡目、全体10位で、 デトロイトタイガースから指名を受けたが、メイヴィンが高額を要求したことによって、交渉は難航。結局9月1日に265万ドルで契約成立したものの、マイナーはすでにシーズン閉幕を迎えており、この夏は未出場に終わった。1月27日、タイガース内の有望株リストで3位にランクされたほか、ベストアスリートとベストディフェンシブアウトフィルダー。 ベストアートフィールドアームの3部門に選定。マイナーリーグの A 級において101試合に出場して、打率304.9本類が69打点、出塁率387アップス84427、盗塁の好成績を上げ、7月9日はオールスターフューチャーズゲームに8月24日はミッドウェストリーグのオールスターに出場。 同リーグのモストエキサイティングプレイヤーと、ファステストベースランナー、ベストベースランナーに選定された。また、ベースボールアメリカ支線の、マイナーリーグオールスター A 級チームと MILB.COM のベストプレイオフパフォーマー、同リーグナンバー1有望株に選出されたほか、タイガースのマイナーリーグプレイヤーオブザイヤーを受賞。11月27日。 タイガース内の有望株リストで1位にランクされ、ベストヒッター4アベレージ、ファステストベースランナー、ベストアスリート、ベストディフェンシブアウトフィルダーの4部門に選定。は、スプリングトレーニングで好成績を収め、監督のジムリーランドとチームメイトのゲイリー・シェフィールドから、スタープレイヤーの素質十分、年間30本類が70盗塁も達成可能との賞賛を得た。 レギュラーシーズンでは、ルーキー級、ガルフコースとタイガース、A プラス級、AA 級、エリーシー・ウルブズの3球団合計で91試合に出場してだ。316.14本塁が53打点、出塁率409アップス932.25を盗塁と順調に成長を続け、6月16日にはフロリダステートリーグのオールスターに、 7月8日には、前年に引き続き、オールスターフューチーズゲームに出場。ベースボールアメリカ市の、マイナーリーグオールスターセカンドチームにも選出された、ほか、同リーグのモストエキサイティングプレイヤーと、ベストベースランナーに選定れた。8月17日、メジャー初昇格。即にワンサ最翼史として、スタメン起用され、対ニューヨークヤンキース戦において、若干20歳で、 メジャーデビューを果たす。この時は4打数無安打、2三振に倒れたが、翌18日は、ロジャー・クレメンスから第1打席に、キャリア初安打となるライト前ヒットを放つと、第2打席では、ヤンキースタジアムのバックスクリーン初本塁打を叩き込み、第3打席では、初支給を受けて出塁した。24日のヤンキース戦では再び、クレメンスと対峙し、第1打席で、 初支球を選び出塁すると、すかさず初投類を決めた。9月1日以降は、打率1割台に沈んだが、4日と17日、24日は、ゲームの終盤にダイソーとして起用され、いずれも2球目にスタートを切り、すべて成功させている。シーズン2さんでは24試合に出場して5投類失敗例、アメリカンリーグのあるスカウトが、 本当に速いゲームの流れを変えてしまうほどのスピードだと表現した実力の片鱗を伺わせた。シーズンオフにはアリゾナフォールリーグに派遣され、ライジングスターズに選出されている。2007年12月5日に2対6の大型トレードが成立し、マーリンズ側はエースサワンドントレル・ウィリスと主砲ミゲル・カブレラ。 タイガース側は、右腕投手のバーク・ベーデン・ホップ、エウロ・デラ・クルーズ、ダラスト・ラ・ハーン、アンドリュー・ミラー、マイク・ラベロ、メービン、フロリダ・マーリンズに移籍した。は、スプリングトレーニングで打率。190、42打数で15三振、2支球と低迷し、開幕は、A 級カロライナ・マド・キャッツで迎える運びとなったが、球団社長のラリー・ベインフェストは、我々は、 枯れたく評価している。現時点では、さらなる学習と鍛錬が必要だが、将来的には、うちの成中堅守を長く務める存在になるだろう。本人にもそう伝えたと期待を寄せている。4から5月はバットが湿りがちで3年連続の、フューチャーズゲーム出場はならなかったものの、6月に入ると、プレイヤーオブザウィークを受賞するなど調子を上げ、9月14日には、 メジャー最小格を果たす。17日、ゲームの途中から、中堅守備に入り、2打数1アンダー1死球。翌18日は先発出場して4打数4アンダー1死球。19日は4打数4アンダー。17日の第3打席から19日の第4打席にかけて8打数連続アンダー。10打席連続出塁をマーク。第5打席は、 ファーストフライに倒れ記録は途絶えたが、ベンチに下がる際に、スタンドからオベーションが湧き起こった。メイビンは、ファンのサポートを得られてハッピーだ。それにしても、珍しいことだよね。驚いたよ。とコメントしている。なお、この8安打は全て単打。うち4本は、内野安打である。出場数は8試合に止まったが、マルチヒット4回、4盗塁をマークするなど高いパフォーマンスを発揮。 GM のマイケルヒルは、来季の戦力構想について、沈黙を守っているものの、地元紙マイアミヘラルドでは、ハンリー・ラミレスを3番に据えて、メイビンを1番に抜擢するのではないかという思えるなど、リードオフ満体暴論が浮上してきた。メイビン本人は、マイナーの経験が生きている、自分が進歩、成長したという実感があるとシーズンを総括しつつ、 具体的には1 0 0球眼と打席内のしぶとさ、ボールの見極めが向上したと思う、特に変化球にうまく対応できるようになったと自己評価を下し、来期は春から万全のコンディションで臨みたい、そしてメジャーに定着したいと前を向いた。は、スプリングトレーニングで72打数23安打、打率、319と結果を出し、4月6日の開幕戦に8番。 中堅で先発出場を果たした。球団関係者からは、フアンピエールのスピードとハンディーラミレスパワーを合わせ持つ再起として、触望されている。しかし開幕から結果を残せず、打率。202に止まり5月7日にマイナー降格。9月に最小格を果たしてからは打率。293と復調した。シーズントータルでは54試合の出場で打率。 250を記録。総類面わずか1盗塁に止まった。も開幕をメジャーで迎えたが、打率。225と数字が上がらず6月にマイナー降格。8月末に最小を獲した。自己最多の82試合に出場したが、打率。234に終わり、飛躍とはならなかった。11月13日にエドワード・ムヒカ。 ライアンウェブとのトレードでサンディエゴパドレスへ移籍した。は、新天地で開幕をメジャーで迎えた。一度故障者リスト入りした以外はシーズンを通してレギュラーの座を守り自己最多の137試合に出場して初めての規定到達を果たし打率2 6 3九本塁打リーグに一体の40盗塁を挙げリードオフマンとして開花した。盗塁成功率も 833と高い数字を記録した。3月3日にパドレスと総額2500万ドルの5年契約、6年目は900万ドルのオプション、または100万ドルのバイアウトを結んだ。しかし、シーズンでは手首痛にも悩まされ、前半戦終了時点で打率21、212と低迷。後半戦はやや持ち直したが、打率24、243。 26盗塁に終わるなど、のきなみ昨年より数字を悪化させ、球団の新たな顔としての活躍を期待されていたことを思うと、物足りない結果に終わってしまった。若いマクロースター入りしたが、4月17日に、右手首の故障で15日間の故障者リスト入りした。6月6日に復帰したが、6月12日に、左膝の故障で15日間の故障者リスト入りした。 9月29日に復帰。この年は故障の影響で14試合の出場にとどまり、打率157.1本類が5打点4盗塁だった。3月29日に上腕二頭筋の故障で15日間の故障者リスト入りし、4月27日に復帰。復帰後は62試合に出場していたが、7月23日の試合後に行われた。 薬物検査の際、アンフェタミンに陽性反応を示したため、25試合の出場停止処分を受けた。結局わずか95試合の出場に止まり、打率235、自慢の足も4盗塁に止まった。4月5日に、クレーグ・キンブレル、メルビン・アップトン・ジュニアとのトレードで、カルロス・クエンティン、マット・ウィスラー、ジョーダン・バローベックと共にアトランタ・ブレイブスへ移籍した。 シーズンで141試合に出場し、3年ぶりの規定到達を果たした。キャリアハイとなる打率、267、自身初めての2桁となる10本塁打を記録し、23盗塁をマークするなど、一定の貢献をした。2015年11月20日にイアンクロール、マイナー選手1名とのトレードで、プロ入り時の古巣のタイガースへ移籍した。は センターのレギュラー格で起用されたが、左手首の骨折で94試合の出場にとどまった。それでもバッティング面で好調を維持し、打率315.4本塁が43打点15盗塁アップス0.801という好成績を記録。打率アップス共に8試合出場に終わった2008年以来となる高水準だった。 センターの守備力はまずく、91試合で守りについて、4失策、守備率、982DRS-11 という、接種ぶりだった。11月4日にとのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。は、開幕から、リードオフマンとして起用され、移籍まで91試合に出場。打率、235.6本塁が、22打点。 アップス684.28盗塁という成績だった。2017年8月31日にウェーバー工事を経てヒューストンアストロズへ移籍した。移籍後は主に買い打戦を任されたが21試合の出場で打率186アップス667.4盗塁と移籍前よりやや成績を落とした。 シーズントータルでは114試合の出場で打率228.10本塁が35打点アップス683に終わり打撃は低調なシーズンだった一方で盗塁は自身2番目に多い33盗塁を記録しリーグトップのウィット・メリフィールドと一つ差の2位だったオフの11月2日に FA となった2月21日に マイアミ・マーリンズと1年325万ドルで契約を結んだ。7月31日にブライソン・ブリグマン・キンセントのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。2009年度ナショナルリーグ、ルーキー・オブ・ザ・イヤー候補の左右翼に挙げられると同時に、今後10年間 MLB、オールスターゲームの常連になるだろうと予想されていた。かつての超有望株。 特にスピードを生かした走塁と守備の評価が高く、2011年までにはリーグを代表する中堅守に成長し、以後、最も刺激的な選手の一人として長く活躍するだろうと多くのメディアから予測れていた。マーリンズ球団社長のラリー・ペインフェストは、彼は欠失したスピードと運動能力を持ち合わせているのでハンリー・ラミレスに匹敵するスター選手になるだろう。いずれは、 パワーも身につけるはずだと期待を込めて語り、15から20本類が30から40投塁、ゴールドグラブ賞受賞も十分可能とみなされていた。ライトニングクイックバットと形容される結出したバットスピード、優れたハンドアイコーディネーション、手止めの連携動作、最高水準のスピードと投類技術、広大なレンジ、守備範囲と大砲級の強権を兼ね備えるも、 ツールプレイヤーの原石。右打席から一塁まで4.1秒。左打席に換算すると3.75から3.8秒。4.0秒なら、瞬速と言われるのスピードに加えて、確かな選球眼を持ち合わせていることから一番打者としての活躍を見込まれており、名瓶本人も、俺の役割は出塁して本塁に生することだと、テーブルセッターの意識が高い。 打席内のアプローチはセレクティブに徹しているものの、ストライクゾーンジャッジメントに関しては改善の余地がある。特に変化球を追いかけ回して、三振に倒れることが多く、スローイングの精度も甘い。目標とする憧れの選手は、ケングリフィー・ジュニア。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。